動きは止める動きを止める。第一印象を高めたいんですけど、ビールもう一杯気をつけた。お疲れ様です。今ちょっと大丈夫ですか、うん、ちょっとご相談したいことが、第一印象を高めたいんですけど、誰が、私です。なんでどうやったの、なんかあった、今度パーティーがあって、怪しいやつ、あ、違います、ちゃんとしたやつなんですけど、それは何、対象は恋愛の仕事の、それによって結構変わってくる、どっちも知りたいです。じゃあ恋愛の第一印象もあげたいし、はい、仕事の第一印象もあげたい、あげたいです。そしたら多分人の印象で見るのが一番いいと思うんですよね。はい、社員が生み出してさ、そのシチュエーションを作ってしまって、そっから見て盗んだ方がいいと思う。あ、見たいです、ぜひ。じゃあやりますか。こんばんは。こんにちは。初めて来たんですよ。あ、ありがとうございます。バーですよね、ここね。そうなんですよ。日頃からやってるんですか。オープンしてちょうど10年になります。うん、しかし、はい、九州ですか。あ、そうなんですよ。あ、そうなんですよ。なんで分かったんですか。おしゃべりの方が。九州から。すごいですね。だったらうちなんですけど、うん、ここに書いてないものって、うん、で、その九州の福岡かな。はい、うん、福岡の、はい、よかったら、はい、こちらの博多で取れた、あ、地酒なんですか。そうなんですよ、地酒、あ、いいですか、はい、ありがとうございます。うちの栗がその日に仕入れた一番、はい、仕入れさせてもらったものを結構お出しさせていただいて、すごいですね。軽くなんかつまみみたいなのを、はい、出して、パスタも一緒に飲みましょうよ、はい、あ、いいんですか、あ、どうぞ、ありがとうございます。じゃあちょっと僕、出身大阪なんで、はい、大阪の地酒で、あ、嬉しいです、はい、お待たせしました、どうぞ、いただきます、ありがとうございます。お一人で来られたんで、あ、そうなんです、だからちょっと打ち合わせなんです。いい雰囲気の店だったんで、あ、ありがとうございます。ここもちょっとコンセプトがふらっと来ていただけるお客様すごく多いんですよね。空間もちょっと昔ながらのレトロ感を味わわせていただいてるんですけど、福岡行ったら、はい、今日は新幹線、そうです、新幹線でもう一泊されて、一泊で、あ、なるほど、今日はもうお泊まりに、そうですね、はい、難しいですね、それも発見めっちゃいっぱいあって、まず、はい、よかったよ、あ、ありがとうございます。お客さん側の立場、相手に合わせてね、はい、話すってすごいすごいなと思った。瞬時に九州っていうのを見抜く、はい、マストタウンが意識してないと、その言葉は出らんけどね、はい、あ、なんかすごいこの人にいろいろ話してみたいなって第一印象があったという。ありがとうございます。飲食店僕10年働いてたんですけど、気をつけてたのが、いらっしゃいませをまず言わない、最初に、こんばんはから始まる。だからいらっしゃいませって初対面でその距離感を与える。夕方だったらお仕事お疲れ様です、はい、こんばんはとかで、いらっしゃいませから始まらないっていうのを一つ、あとは姿勢も若干こういう形で前のめてたんですけど、こういう形にならない、上から見ない、目線もこう若干下から見ない、今気づきました。ブルブル、はい、はい、緊張します、なんか。じゃあモテるんですか、めちゃくちゃ。全然モテないですよ、2年ぐらいなくて。なんかよく聞くけどね、それ。ヨウさん、これどう思います。いや、本当ですよ。絶対面食いでしょ。そんなことないですよ。好きなタイプで言った感じで、芸能人で。芸能人で。え、でも、菅田将暉が。まわしやか、面食いやか。芸能人に例えると、やっぱ高くなっちゃうんで。あ、なるほどね。芸人さんね。あ、芸人ですか。聞くんですけど、ノブと菅田将暉が2人から僕が2人からどっち行きます？でも菅田将暉は、あ、注文しました。嫌いなのとかあります？今ないですね。あ、ありがとうございます。じゃあ湯開けますね。ありがとうございます。酒は強いんです。酒はチョコラビスタなんで弱いんです。酒が強いと思います。え、弱いんですよ。あ、本当ですか。え、私も弱いんで、ちょっと一緒に一緒に行ってくれるで、選手の流れの出来事だね。私もって言われたね。前ね、合コンで第一印象を言う時のポイント、普段はでも笑顔、ね、笑顔と、あと話してるとなんかみんなに目を合わせる、まあ、まあ、ちょっと俺が受けた感想を言うとね、めっちゃなんかね、あざといなって
逆に俺は心配だったけどね、エリナが変な男がめっちゃやってきそうだなっていうのがね、ずっとあったけどね。解説してから。解説してから。お疲れ様です。あ、こんにちは。1回生ですか？あ、1回生。あ、よかったよかった。もう1回生なの。ダメ。緊張するよね、サークルって。する。めっちゃする。普段何してるの？バスケずっとやってて、高校時代から。大学はバスケやらずにボランティアサークルに来た。これボランティアサークルなの？知らなかった。たまたま採用されて。そう。人見知りやから嫌なんだよ。え、でも今喋れてる。え、ゴミ拾いとかする感じ？ゴミ拾いしたりとか、ボクシング活動やったりとかするみたいな。なんでそれやからする？いや、ボランティア、興味あったんですか？え、なんか、どういうところ？なんか、嬉しい。なんか、嬉しい。入ってどのくらい？いや、もう今日初めて、初日よ。え、初日？初日、初日。初日だな、よかった。軽いね、なんかね、結構。とにかく、最初に聞くときは絶対に相手が、絶対に答えられる質問を最初に出して、そこで相手のテンションを言う。測るわけね。そうです。いいことやね、これって大事。最初にこういった質問をして、どのような人かっていうのをまず見極める。もう一個あげるとしたら、私、ここに初めて来て一人なんですよってことを最初に言ったんです。友人が来て来たとか、逆に先輩と知り合いで来たとか、はい、そういうわけじゃなく来たっていうことをちょっと強調とか匂わせて、なんでな、気になるそれ。あとバーとか行ってもそうなんですけど、え、じゃあ、結構面倒見る人とか来たりとか、はい、逆に、いや、もう何なんも知らんのかよって言ってたりとか、なんか教えてくれそうな人が近くに来るんですよ。なるほどね。とっても参考になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。いえいえ、頼みます。ちょっと来られるんですか、こちらは？ちょこちょこね。へえ、めっちゃいいお店ですね。元気よね。ちょっと何飲むの？ビール。ビール、はい、すいません。はい、ビール2つください。はい、かしこまりました。はい、失礼いたします。はい、乾杯します。あ、すいません。あ、うまいね。2気混ぜた早い。すいません、ビールもう一杯お願いします。ガンガン今日はお願いします。お酒結構飲まれるんですか？弱いんやけどね。へぇ、結構量飲むね。めっちゃ強そうです、社長。ビールばっかりですか、飲まれる？ビール、ハイボール、焼酎。焼酎かな。ビールか飲むわけ。僕もそこそこですね。そんなガンガン飲まないですけど。飲みなら飲みなら。ありがとうございます。いただきます。YouTube がめっちゃおもろくて、最近1万円で水を売りました。あったね。あれめっちゃおもろかったです。誰が一番強い？あれやっぱり最後の水木さん。見てるよね、ちゃんと。やめて。じゃあ次はハイボールもらおうかな。はい、ハイボールお願いします。はい、ハイボールです。じゃあ今日ありがとうね。すいません、ありがとうございます。もうありがとうございます。あ、すいません、またまた飲みに行こう。ぜひお願いします。ありがとうございます。じゃあお帰りはどちらですか？新斎橋。あ、新斎橋。あ、わかりました。ありがとうございます。接待、何を注意してる？接待で。あ、接待で注意してるポイント。接待に注意してるポイントは、まず率先して動く、はい、まあ、頼むものとか服とか、うん、で先方さんがされた後に全部自分が行動で、はい、飲み始めてから飲むとか、うん、でなんかこう飲んでる、あ、そのパーティーとか、はいはい、あとはもう帰り際何で来たかっていうのを聞く、はい、何で来たか把握する、時間把握する、帰り。こんにちは。はじめまして。はじめまして。すいません、今日お時間いただいて。あ、いえいえ、ありがとうございます。はじめまして。トゥモローゲートです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ものすごい YouTube の撮影されてるんですけど、今日は本日いただいたのは、うちは会社の企業のブランディングっていうのをやってまして、そのブランディング事業についてちょっとご紹介したいなと。純平さん何歳ですか？公式で35歳です。あ、35歳。社長もいくつですか？僕は38。じゃあもう同年代ですね。社長、とがった YouTube やってらっしゃるじゃないですか。まあね、営業のロープレイやってらっしゃる。ああ、ロープレイですね。あそこに行ってた役員の方、はい、純平さん。ああ、はいはい。ああ、人のロープレイ素晴らしくてです。ああ、よかった。すごい御社、面白い会社だなと思って。それでも呼ばれてないですね。それは感じます。ありがとう。ありがとうございます。ホントですか？YouTube とかやられてらっしゃるんで、ブランディングっていうのを非常に多分意識してらっしゃるんじゃないかなと思って。どうですかね、もっと仕事とか働くって楽しいよっていうのを伝えたいんですけど、もともとあって別に狙ってやったわけじゃなくて、狙ってやられたら引っかかったんだって感じですね。引っ込むのね。さあ、同年会っていうのがいるっていうね、ミッション、はい、会社の方が、はい、それこそ、ね、いろんな人に知ってもらえないと誇りが立たない。発信してたらファンです。よし、つきますよ、あのツイートは。 OK、 はい、終了。じゃあ、第一印象を見た新規商談で上げるときに大事なポイントって、もう本当に端的に言ったら何やろ。あ、こいつ
すごいやつやなって思わせる。どうやったらそれってできる？それはもう堂々としてること、でも偉そうにしないこと、あとは表情のメリハリ。最初に全力の笑顔がしてて、いわゆる真剣な表情だったらおって思ってもらえるような。確かに常にニコニコしてたらこいつ大丈夫だってなるよね。逆になんか常になんか真剣な顔されたら遊びがなくてちょっとしんどいな、だって印象が良くなるよね。表情のギャップに人は魅力に思うとかっていうのは絶対あるんじゃないかな。表情のメリハリはすごくつけるんですよ。あとは語尾をしっかり言い切る、あーあるある、大事ですね。基本やけどね、具体的にやったらどんな風に言っていたりしてるんですか。例えば名刺交換、はじめまして、トゥモローゲートの西崎俊平と申します、よろしくお願いします。あで、バチッとバチッとね言うのか、はじめまして西崎俊平と申します、よろしくお願いしますみたいな感じで語尾が尻すぼむのかとか、印象値全然違うのか、うん、で、自信がある人は語尾に力が乗ってくる、語尾に力ね、うん、じゃあ語尾に力を入れてしっかり切りながらもこう歌落ちるんじゃなくて上げていくって感じ。そうですね。あとは印象で意識してること、動きを止めること、これ面接交換の時とかなんですけど、はい、大体落ち着きがないんだけど、はい、あ、こんにちは、はじめまして、トゥモローゲートの西崎と申します、はい、みたいな感じになるんですけど、これを、あ、こんにちは、はじめまして、トゥモローゲートの西崎と申します、今出てる人かな、確かに動きは止める、動きを止める、うわ、めっちゃ大事なこと3つ教えてくれたね。お疲れ様でし た, どうやった。すごい勉強になりました、ね、いろんなケースでさ、まあ、人それぞれのやっぱやり方ってあるからさ、今日みんなの第一印象のやつを見てて、大きく3つなんかポイントあるなって思ったんで、はい、1つ目はね、相手に合わせて対応するってすげえ大事だなっていうのを感じた、うん、接客する時もそう、接待する時もそう、合コンに行った時もそうよ、相手に合わせて話を組み立てていく、展開していく。2つ目のね、共通してるポイントって何かっつったら、気づきのアンテナがみんな高いなっていうのが、うん、2つの前の共通点ね。相手をやっぱしっかり観察してんな。シンとかもそうだよ、喋ってる中でさ、いきなり福岡まあこれはちょっとねちょっとずるかったですね、けどあれがポッと出てくるってすごいなって、常日頃からそれ意識してるからこそ、あ、この人ってどこ出身なんだろうな、常に気づきなんてのが立ってるんだなっていうのが2つ目のポイント。で最後、3つ目のポイントは何やったかっつったら、結局こう第一印象をね、良くしようと思った場合には自分からやっぱり何かしら発信していかないと第一印象って上がらないんだなっていうのを、うん、すごく痛感した。だって待っててもさ何も変わらないよね。結構自分からグイグイ言ってる方が多かったですね。そうそうそう、みんなに共通してるのはさ、やっぱり自分から相手に自分自身をこう伝えようとか、こう思ってもらおうとかっていうのをね、しっかりこう発信してるっていうのが3つ目の共通点かなと思ったので、ぜひ使ってみてほしいなと。はい、早速使います、はい、このチャンネルでは、はい、ビジネスの生の現場をお届けしております。そうです、よければ高評価でも低評価でもどちらでも必ずどちらでも大丈夫なので評価の方お願いします。待ってます。チャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ皆さんまたお会いしましょう。お疲れさん、さよなら。